ガスクロセクションというあの分析参加というところで気体とか液体を主に分析しております。河川水、工場排水の中の残留農薬だったり野菜の中の農薬とか自分が担当している PCB ポリ塩化ビフェニとか、アリキル水銀とか県立大学の分析とかも行ったりしています。研究室で の, あの実験とはまた違った分野で苦戦しているところもあるんですけど、新鮮なので辛いですけど楽しく分析して仕事しています。悪臭とか大気の物質とか発生ガスも主に担当していまして、現地に行ってあの資料を取ってきて分析したりということも行っています。処理センターとかボイラーがあるようなところ、ガスの採取とか結構いろんな場所に行っています。一言で言いますと、まあ、とても真面目な方です。指示を出しても、まあ、的確にやってもらってて、まあ、新人らしくて、まあ、かわいさもありますんで、これから2年3年、まあ、5年含めて大きく成長していくと思います。彼には期待しております。頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。シンプルにとても嬉しいです。あの多摩川、渋黒沢とかのクニマスが、まあ、田沢湖で絶滅したからっていう理由でなんでそうなったのかっていうことを研究したいと思って自分は県立大学に、来たので、卒論として自分で研究できた。でさらに、それが論文に載せていただいたってことで、やっぱりすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。田沢湖で、毒性を確認したところ、まあ、特に影響はなかったってことで、もっと上の、上流の方に向かいまして、渋黒沢とか、あとそうですね、pH がちょっと低い酸性に偏ってるなっていうところを、主な視点として、まあ、そこの水に、ゼブラフィッシュとか、オオミジンコとかを暴露したことによって、毒性が確認されました。なんで毒性が確認されたんでっていうことを、考察していって、玉川温泉から流れていく、金属由来重金属とかが複合されて、その毒性生態にとって毒性が生じたんじゃないかっていうことで、結果を、はい、考察させていただきました。スタジオを借りてバンド練習とかは去年の夏とかはよくしていました。処理していいのか、まあ、ダメなのか、流しちゃダメなのか流していいのかみたいなところが今決まるので、すごい責任が伴うんですけども、からこそやりがいをすごく感じます。まあ、自己分析とか会社のについての知識とかあまりないまま入社してしまったりとかしていて、結構失敗している例が自己分析で、この業種職種が自分に合ってるなとか合ってないなとか、会社についてしっかりと調べて、あ、ここの会社のやっていること素晴らしいとか、そういうのを把握して就職というか先を決めるっていうのがとても重要だなと。まあ、1年目担当できる項目も全然少ないです。全部の仕事を担当できるようになりたいです。秋田の環境の保全であったり生態系の保全に携われるようにしっかりと頑張っていきたいと思います。頑張ります。